どうも、なおちんです。さあ、今日も海賊無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ロビン救出、もう少しです。カメラの端まで行けば終わりかな。この途中途中にちょっと身のやつがたくさんいて欲しいんですけども、しぞこの先か。あと2体ぐらいはいるけども、まあそう問題はありません。セカンド入れていきましょう。セカンドお鍋だ。しぞどこだ。いた。はい、次。どこ？青木銃だ。よしね。デカン砲撃開始。よし、オッケー。集まったか？全員死に。おい、また出た。ちょっと待って、とりあえずこっち側行くか。ここだけ倒しますか。いや、この先もいるな。おいおい、全然削れない。やばい、やばい。もう一丁裏にかけて。とりあえず逃げろ。やっぱりこっちか。こっちまで動いてきてくれるかなと思いきや、動いてこない。これから行かなきゃいけないタイプか。はいはいはい。あと1体ぐらいでしょ。あ、フランキーがそこにいたのか。なるほどね。ありがとうよ。フランキーを助けきれなかったら終わりだったんだな。みんなありがとう。ロビンを助けられたのはいいが、どう脱出する？何か聞こえる。誰だ？そう。この声、一体？バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。いい船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。
ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。穂も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。